今日は風が強い。そしてカメラ忘れた。音声入るかな。はい、皆さんこんにちは。ギリギリイクメンことギリメンヨッピーです。今日はですね、ペットと泊まりたいキャンプ場ということでご紹介していこうかなと思っております。まあ、実はですね、こちらの動画いろいろリクエストいただいておりまして、ずっとね撮影しようと思ってたんですが、まあちょっと一から撮影すると時間がかかってしまうので、今まで僕が上げた動画を元にですね紹介できたらなと思っております。そして僕はですね、関西を中心にいろんなキャンプ場を巡ってるんですが、今まで巡ったキャンプ場の箇所ですね、87箇所となります。でそのうちの51箇所がペット OK のキャンプ場ということで、全体の6割ぐらいがペット OK のキャンプ場ということで、体感していたよりはね多いんじゃないかなと思いました。僕がもしワンちゃんとキャンプをするならどういう基準で選ぶかっていうのも含めてですね、ご紹介していけたらなと思います。それではやっていきましょう。まずご紹介したいのは奥琵琶湖キャンプ場でございますね。こちら琵琶湖と名前がついておりますが、湖畔サイトではございません。すべて林間サイトになってるんですね。特徴としましてはペットノーリードサイトがあるっていうことなんですね。柵がサイトを囲んでおりまして、ワンちゃんもね安心してサイト内で過ごすことができるんですね。で普通サイトはですね横並びになってることが多いんですが、こちらのペットサイトに関してはサイトが適度に距離を保たれておりますので、ワンちゃん同士が気になってたりとかっていうことが少なくて済みそうですね。ペット連れの方にはねかなりありがたい環境じゃないかなと思います。でもちろん広いドッグランもございまして、こちらのキャンプ場に関してはマナーに関してもしっかりと徹底されておりますので、安心してペット連れキャンプが楽しめるんじゃないかなと思います。はい、まずはね奥琵琶湖キャンプ場ご紹介させていただきました。まあ、やっぱりペットを連れの方の一番最初に考えることはノーリードでキャンプできるのかどうかって重要視して考えるかなと思いました。で奥琵琶湖であればノーリードもできますし、サイト同士の距離が空いておりますので、ワンちゃん同士のね喧嘩にもならなくて、まあ、家族みんなでね落ち着いてキャンプできるんじゃないかなと思いましたね。ちなみにこちらのキャンプ場直火 OK のキャンプ場となっております。次にご紹介するのは兵庫県山森サーキットですね。こちら子供たちが楽しめるアクティビティがね充実しているんですが、実は奥の方にねプライベートサイトといって完全にサイトがね囲まれたペットサイトがあるんですね。このサイトはもちろんノーリードでねワンちゃんとキャンプすることができますし、区画としましてもかなり広めに取られてるんで使いやすいんではないかなと思います。そしてポイントとしましては、温泉がキャンプ場のすぐ目の前にあるんですね。ということはお風呂に行く時もですね順番交代でサイトに残りながらね温泉に行くことで、ワンちゃんがね寂しい思いしなくていいっていうのも、まあ、温泉が徒歩で行けるキャンプ場の大きなメリットかなと思います。ただこちらのキャンプ場に関してはオートサイトではございませんので、荷運びがね多少は必要にはなってくるんですが、まあ、やはりノーリードで過ごせるってなると大きなメリットなんじゃないかなと思いますね。はい、兵庫県のね山森サーキットご紹介させていただきました。でやはりこちらもですねノーリードでキャンプできるっていうところがおすすめポイントでございます。そしてなおかつ温泉が目の前ということなんで、交代交代でねお風呂に行けばワンちゃんもね寂しい思いしなくていいんじゃないかなと思いました。で荷運び等は必要なんですが、まあ50メートル以内ぐらいの荷運びなんで、まあそれほど大変な感じではないかなっていう印象ですね。次に金剛緑地ファミリーオートキャンプ場ですね。こちらはペット OK のサイトが限られてはおりますが、 4×20m という特殊な形のサイトがございまして、 4m の入り口をですね柵や何かで塞ぐことでノーリードでワンちゃんと過ごすことができるんですね。設営できるテントはね選びそうなんですが、走り回れるスペースが結構作れるので、まあ、なかなかおすすめできるサイトじゃないかなと思いました。ただまあこちらのサイトはですね横に滝や川が流れておりまして、音に敏感なねワンちゃんとかだと嫌がる可能性もございますね。でちなみにメインのサイトエリアはですね上段下段と分かれておりまして、下段サイトは全てペット OK のサイトとなっております。ただしね横の境界線等は垣根等もございませんので、リードは必須のサイトとなってきますね。
はい、金剛緑地ファミリーオートキャンプ場、まあ、こちらのおすすめサイトはですね、一区画限定になるんですが、前を塞ぐネット等もついておりますので、ここであればノーリードキャンプが楽しめるっていうことで、ただまあこちらのキャンプ場に関しては山道が非常に長いキャンプ場となりますので、車酔いされるワンちゃんがいてると、まあ、ちょっとねしんどいかなっていうところでございましたね。それでは次にですね、ノーリードではないんですが、ペットも OK でドッグランがついていたりっていうね、そういった設備も含めてご紹介していこうかなと思います。では次にスチールの森京都ですね。こちらはノーリードサイトがあるわけではないのですが、ペットサイトとして木枠がねこの字に囲まれた広いサイトがございます。でこの前面のですね10メートルをまあ何か柵で囲うことができればノーリードも可能かなとは思うんですが、こちら各サイトにですねリードをかける場所もございまして、とにかく大きなねドッグランがあるんですね。ワンちゃんの大きさによってねドッグランも分けられておりますので、より安心して遊ばすことができるんじゃないかなと思います。ちなみにドッグランは有料ですね。で、広大な雰囲気がありますので、まあ、キャンプするのも気持ちいいですし、ノーリードができないとはいえ快適なねキャンプができるんじゃないかなと思います。はい、スチールの森京都ですね。こちらはやっぱりすごく大きいドッグランサイトがあるっていうことがねポイントじゃないかなと思います。で、景観もねかなり良くて広々してるので、ペット連れのねご家族の方にはぜひおすすめしたいキャンプ場となりました。はい、それではやってきましたキャンプリゾート森のひとときですね。こちらのキャンプ場はですね、私のランキングでもかなり上位にねランクインさせていただいているキャンプ場ということで、間違いなくおすすめできるんですが、ペットサイトに限ってはメインエリアから少し離れたところに設けられておりまして、まあその分ですねペットを連れてない方にね変に気を使わず済むっていうのもねいいんじゃないかなと思います。で、もちろんドッグランもございますし、お風呂も徒歩で行けます。さらにですね、ドッグランのついたコテージまで用意されてるということで、これはねなかなか珍しい設備じゃないかなと思いますね。子供も楽しめるイベントも盛りだくさんなので、ペットを連れて子供たちも一緒に楽しむことができますね。はい、キャンプリゾート森のひとときですね。こちらはですねペット OK のサイトっていうのは数は少ないんですが、ドッグランもございますし、ドッグランのついたコテージなども宿泊できるということで、いろんな方にね対応できる施設がね十分に揃っておりますので、初心者の方でもぜひおすすめできるいいキャンプ場となりますね。それではですね、今からいろんなエリアのねペット OK のキャンプ場をご紹介していきたいなと思います。景観であったり、まあ、温泉が近かったりですね、まあ、そういった総合的な環境を含めてチョイスしてみました。それではやっていきましょう。フォレストステーション芳賀東山オートキャンプ場ですね。こちらほとんどのサイトに流し台、そして電源等がついたね高規格なキャンプ場となっておりまして、エリアによってはね階段のようにサイトが並んでるんですよ。この階段のように並ぶことによって隣同士が気にならなくて、ワンちゃんと一緒にキャンプしても快適に過ごせるんじゃないかなと思いました。で、僕はですねワンちゃんと一緒にキャンプっていうのはしたことないんですが、やはり水道があるっていうのはかなり便利なんじゃないかなと思いましたね。そして似たような環境下で言うと、淡路島のウェルネスパーク五色ですね。サイト同士の区切りがしっかりされていて、流し台もついたね高規格キャンプ場ということで、さらに温泉は徒歩で行けるっていうね、ペットと泊まれる高規格キャンプ場ということで、どちらもおすすめでございますね。では次に奈良県坪の内オートキャンプ場ですね。こちらのキャンプ場の特徴はなんといっても綺麗な川なんですね。で、サイトから川を見下ろせる場所が多く、子供がねワンちゃんと一緒に遊んでる様子とか、サイトの上からお父さんがね眺めることもできますね。で、サイトの後ろがですねフェンスになっておりますので、まあ、リードをねくくっておくのにも便利ですし、各サイトとの距離感は車が目隠しになったり、ネットがね張られてる場所もございますので、まあ、ワンちゃんも周りを気にせず快適に過ごしてくれるんじゃないかなと思います。ちなみにこちらもね温泉が徒歩で行けるキャンプ場ということで、区画数は少ないんです
ですが、ペット連れじゃなくてもぜひぜひおすすめしたいキャンプ場になりますね。はい、次に奈良県のカルディアキャンプ場ですね。こちらのキャンプ場の特徴は何といっても屋根付きサイトがあるっていうことなんですね。例えば真夏の炎天下であったり、もしくはね雨キャンプであったりするとワンちゃんもですね幕内に行動範囲を制限されてしまうんですが、屋根付きサイトであれば天候に恵まれなかったとしても快適にキャンプができるんじゃないかなと思います。まあ炎天下キャンプ、雨キャンプとなればね、ペット連れの方じゃなくても屋根付きサイトはかなり助かるんじゃないかなと思いますね。はい、では次はですね、滋賀県の十二房温泉ファミリーキャンプ場ですね。こちらは僕が行ったキャンプ場の中でも1位2位を争うぐらい温泉が近いキャンプ場でございます。その温泉施設の真下が谷のようになっておりまして、キャンプサイトが広がってるんですね。ノーリードでキャンプできるわけではないんですが、まあ、キャンプ場が上からねすぐ一望できるっていう安心感と、広いサイトがあったり独立サイトがあったりと、ペット連れのファミリーキャンプであれば、まあ、ぜひおすすめできるキャンプ場となりますね。そして次に京都にあるスプリングス日吉キャンプフィールドですね。実はこちらオートサイト等はペット禁止なんですが、フリーサイトに限ってはペット OK というキャンプ場になっております。でフリーサイトはオートサイトではないので荷運びも必要なんですが、それほど大変な距離ではないですね。そしてこちらフリーサイト内にですね、追加料金を払えばペット用のサークルを設置が OK ということなんで、これはペット連れのキャンパーからするとね嬉しいシステムですよね。でさらに温泉は目の前ですし、ダムの前の広場ですね、広大な草原が広がっておりますので、子供たちはワンちゃんたちと一緒に走り回ることができますね。はい、ということでペットと泊まりたいキャンプ場ということで今回はご紹介させていただきました。まあ、実際ですねここ以外にもペット OK のキャンプ場ございますので、皆さんのお気に入りのキャンプ場がございましたら私にもぜひ教えていただきたいなと思います。またこういった形でですね、いろんなテーマを決めてキャンプ場紹介もしていきたいなと思いますので、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではビートルタープからお送りしました。バイバーイ。